2024年パリオリンピックでブレイキンが採用。スポーツとしても盛り上がりを見せるダンスで今大人気のジャンルがあるんです。それがK-POP ダンス。世界的にも人気の韓国独自のポップカルチャーはダンスとしても人気。日本にも K-POP ダンスを専門に教えるスタジオがここウリジップ。スポーツ感覚でレッスンに通う人たちも多くいるそうで、会員数は実に1600人。好きなアーティストの振り付けとかを教えてもらえるので、このスタジオから TWICE のミナさんをはじめとした世界的スターも輩出。その存在に憧れ夢に向かって頑張るティーンたち。今流行りの K-POP ダンスに潜入しました。ぺこぱのお二人、はじめまして。春から高校2年生になります。大阪府出身のセブンティーン専属モデル入江美咲です。今回取材してくれるのは10代のファッション誌セブンティーンで活躍する入江美咲さん。ダンス歴10年の彼女が K-POP ダンスで頑張る同世代に直撃。失礼します。はじめまして。出迎えてくれたのは5人の女子たち。皆さんおいくつですか？年代近い。私は中3の15歳で。中3の14歳です。中学1年生の13歳です。中1、はい。みんな年下。そうなんですか。そんな彼女たちに好きなアーティストを聞いてみると、BTS さんとトレジャーさんがすごく好きです。おー、 G アイドルさんです。あとエスパさん。あ、エスパさんっぽい。彼女たちが熱中する K-POP ダンスの特徴とは？ K-POP ダンスは印象に残るようなキャッチーな振り付けが多くて、あと細かいところもしっかり揃えるのでシンクロ率が高いのが魅力かなと思います。高いシンクロ率の K-POP ダンス見せてもらいました。中学生とは思えないキレキレダンス。すごい、めっちゃ揃ってる。想像以上にかっこいい。実はこの5人、K-POP ダンススタジオウリジップから選抜されたグループ B プラスのメンバーなんです。スタジオを立ち上げたヨンスさんは、経験をどんどん増やしていって、今度韓国でオーディションするときに、活かせるように、子供の時からその夢をね、持って頑張ってほしいなと思います。はい、5人のダンスを目の当たりにした入江さん。すごい迫力がありました。ダンスがとにかく上手。こういう揃ってるダンスのことって、なんか名前とかってあったりするんですか？群舞って言うんですけど。群舞。一糸乱れず美しく舞う一体感こそが K-POP ダンスの大きな魅力。しかし綺麗に揃えるためには欠かせないことがあるそうで。体幹もしっかりするので。筋トレきついですよね。めっちゃきついです。もう本当に5人が取り入れているトレーニングを入江さんが体験。入江さんが弱音を吐く一方、
お隣は淡々とこなしています。入江さん激甚。めっちゃきついですよね。でもみんなめっちゃ軽い感じでやってたけど、めっちゃしんどいですね。しんどいですね。全然慣れないですね。でレッスンの時にもするんですけど、でも各自でも家でも多分風呂上がりとかでもするんで、普段からほぼ毎日料理してます。やってるのか。 K-POP ダンスに青春を捧げる彼女たち、少しの時間も無駄にはしません。こう毎日レッスン頑張ったり筋トレしてるっていうのは、そこまでの K-POP に人生をかける理由みたいなものって、大きな舞台に立って観客の人々を魅了できるようなアーティストになりたいので、たくさんその学ぶことを学んでから世界でデビューして、たくさんの人に喜びを与えたいです。K-POP アーティストに憧れてスクールに通い始めたように、私も将来夢を叶えて憧れられる存在になりたいと思ってます。憧れられる存在、応援してます。ありがとうございます。最後はみんなで花トゥーセ。